はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ハオデンの62回目ですね、やっていきます。で、ちょっと内政の回がね、何回か続いちゃってますけども、もうちょっとご辛抱くださいね。で、ここはもうちょっと国力を高めていく場所なので、あれクレンドどうだっけ、クレンド100か。じゃあ後藤さんにはちょっと内政をねやってもらいましょう。まああとは仕方ない、動けない人ばっかりなんで。はい、本国さっき来ちゃいましたね。あー、そうですね、ちょっと寝返らせるのは難しい感じですけど、和田さんはちょっと欲しいね。まあここを任せて南側から攻めるっていうのもありはありですよね。キーの方を押さえてからね、ぐるーっと回ってくるって感じでね。はい、ここちょっと偵察いきましょう。サイが出たね。ここ誰いるの？あー、長慶さんか。長吉さんね。あ、お母さんもいるのね。ここは強敵でござるな。足軽もある、鉄砲もあるということですね。こっちは？あれ、岸和田城ね。よっ、あれ、よいちょ、よっ。おお、ガード硬いなー。っていうか、ルート的に、あ、そういうことやね。難しいんだ、ルート的に。そうなんですよね、ここがどうしてもこのラインを押さえつつになるので、どっかからは行かないといけないんでしょうけど、ここは今185でしょ。っていうことは200は最低残していかないといけないんですよね。となるとこっちからしか行けないんですよね。ということはあと100は欲しいね、足軽。まあ、かき集めても、そうですよね、モンドさんはヘルプミーで来てもらったとして、とりあえずかき集めないと厳しいね。お母さん呼び寄せて物資と一緒に運ばせてくる。こっちは山中さんと誰かトレード要員を送らないといけないんですよね。そうそう、林さんもトレード入れないといけないんですけど、忘れてたな。とりあえずね、呼びましょう。はい、呼び寄せ。132なんで200残してこれで攻め込もうと攻め込めるんですよね。あ、違うよ。ただ援軍はね望めないんで、雑賀寺ね行っちゃいましょうか。
ファン秀吉さんでね、もう秀吉さんの治療がすごいことになってくるんですけどね、あまり使いすぎると。はい、行きましょう。あ、訓練度見の忘れてた。あー、ちょっとだけ落ちたか。誰かできる人、伏せさん。いやー、来月だな。そうですね、あと動けないんでね。はい、小谷城ですね。誰かいない？はい、勝家さん。ああ、ダメっぽそうね。足軽がちょい少ないのか。まあ農業やらしときましょう。はい、あ、平手さん、ガモさん、久道さんね、ですよね。準剣、準剣に向いてるのは下の2人だけなので、まず治安ね。はい、でラストは農業を平手さんにさせましょう。これで、まあ次の月は上の2人がね使えますので、はい、はい、清須ですね。本当に誰かいないかい、ゆきたかさん。はい、とりあえず伊勢志摩なので、兵を雇うまでは4月にね兵を雇いたいと思いますので、ちょっとそれまではね内政重視ですね。今月は成政さんと志摩さんが使えるのか。ここ治安度100だっけ。あ、100ですね。はい、成政さん。で、志摩さんね。治安がねあるんで、コロクちゃんにまず治安やってもらって、で90行きましたね。で急ピッチで上げていきましょう。
かいたっけ、家康さんがちょっと中途半端なのか、まあ、仕方ないね。はい、訓練がちょっと必要ですね。海北さん銃使ってちょっと訓練ですね。はい、であとは永井さんも農業させとこう。はい、これで OK ですね。終わりですね。足軽は来月雇いますよと。はい、まず訓練。下方さんね。多いからね、なかなか訓練度が上がりきらない。農業開発をねやっていきましょう。ここは結構ねあれ使ってきますね、調略。あ、ここは八谷さんが動ける、長政さんが動けると。ただ兵力はないんで、もうちょい待ちですね。お金あったっけ。お金あるね。ちょっと200頭ばかり取引しましょうか。大でこ長政さんでいいかな。189ね。で、300頭でしょ。こっちは100、163、95。ここはちょっと呼べないので。あと動けるのは、ハッチャーさんだけか。訓練度も100なんでね。まあ農業やらせようか。ほい。ではね、ちょっと訓練を誰かにさせていきましょう。あ、見れなくなってる。こっちはダメなんですよね。どうしても上から行っちゃうから。ここね、雑賀寺は本庄なんでね、せめても、そんなにね、苦労はしなさそうなんですよね。で、応援は、林さんでもいいし、林さん応援来てもらおうか。ここがねまだ全然なので、とりあえず訓練ね。お最大にしときましょう。で、準備は整いましたと。232連れていくんですけど、どうしようかな。
牙が足りないですよね。で取引ですね。牙、はい。で、伏せさん使って、197ね。あ、3やったね、今。しまった。ちょっとそば見の忘れてた。まあ、いいか。で、あと治安度を上げときましょう、先に。はい。で、いくかですよね。186か。あの、怖いのは本当鉄砲なんですよね。こっち行ってもいいんですけどね。訓練度がね、あの全然違うんで、そんなにねすぐに攻めてくるとは思えないんですよね。よし、こっち行こう。その代わりちょっと今月じゃなくて次回にしますね。で、鉄砲はねまだあまりちょっと使いたくないんで、ここのねちょっと治安を上げてから行っときたいんですよね、正直言うと。ああ、国近さん亡くなった。元近さんが後継ぎね。そうですよね。はい、これで今月やっとえますね。安倍さん訓練、荒木さんも訓練あるので。9.5 か、ちょっと微妙。うん、まあこれで来月訓練させましょう。はい、はい。でこちらも平行用ですね。あー、誰にしよう。岡部さんでいいかな。98いきましょう。で、訓練、浅井長政さんで、で見れなくなってるんで、ちょっと銅山さんには偵察ですね。引き魔城ね。でこっちね。あ、こっちは見れんのか。こう見れんのか。こっちちょっと見ときたいですね。あーあー、いけるか。まあ兵力が分かればね、いい。いやいやいや、うん、280ね。273。ああ、かなり回復してきてますよね。で、池田さんにも訓練してもらいましょう。ほい。あ、本郷来ましたね。では今回
回ここで終わりたいと思います。信長の野望覇王伝62回目でした。それでは皆さん、さよなら。